昨日感染が確認されたのは早々で46人、会津で42人など合わせて291人です。感染者の数は7日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。年代別では40代が49人と最も多く、次いで30代が45人などとなっています。入院は95人で重症はいません。病床使用率は 12.4% となっています。県内の感染者数は減少傾向にありますが、県は引き続き感染対策の徹底を呼びかけています。